デッドドロップとはスパイが情報を交換する技術の一種。スパイ工作が一番露呈しやすいのは協力者との接触を相手側の組織に見られた場合である。そこで互いに顔を合わせずに情報を受け渡す方法が求められる。その方法の一つがデッドドロップである。ちなみに接触して情報を渡すことはライブドロップという。 エージェントがある場所に置いた情報をスパイが回収するという方法である。その際、今は使われていない郵便受けを使うことが多いことから、デッドレターボックスとも呼ばれる。基本的には次のようにして行う。デッドドロップ用のスパイクエージェントが物をある場所に置く。その際、別の場所に置いたことを示す目印をつける。ロー 毎日観察しているスパイが目印を発見、胃に向かう。スパイが受け取り、金銭を胃に置いていく。エージェントが受け取る。炉の目印を消す。防具用を行う。側の対処法としては、基本的には次のように行う。怪しいものを逮捕して尋問し、胃、炉の場所を確認する。炉に目印をつけて、胃を見張る。スパイが受け取ったところを逮捕する。 デッドドロップスパイクと呼ばれるスパイクが1960年代の終わり以来利用されている。このスパイクはジオキャッシングで使うキャッシュのような形をしていて、防水、防火火機能を持っている。そのため、浅い川の中や土の中にも置くことができる。青木治む、日本の公安警察。ありがとうございます。